皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録は、一番難しい約束は自分との約束ということについてお伝えしていきたいと思います。皆さんはですね、ご友人とか、あとお仕事の、パートナーの方とかとですね、いろいろと約束をするシーンはあると思うんですよ。会社員の方とかだと上司と締め切りの約束とか、お客様とのお約束とかね、そういうのはいろいろあると思うんです。で、いわゆるこの状態を、他者他人との約束っていうことになるんですけれども、それはですね、頑張れば相手が怒ってしまうから、どうにか期日とか守ってやっていくっていうのはさほど難しいことではないんですね。見張ってる人がいるっていう状態になるので。で、一番難しいのはですね、自分との約束なんですよ。例えば小さいお話で言うと、集客ベースで言うと、例えば1日1ブログを書いていくと決めたとか、1日1個の動画をアップしていくことを決めたとか、何かしらこう自分との約束っていうのを決めていった時にですね、他者との約束っていうのが当然いろいろと入ってくるわけですよね。そうすると怒られないですから、自分との約束は後回しになりますよね。で、後回しになった挙句に一日が終わってしまえば、とりあえず今日はできなかったけど、明日やればいいかとかってね、翌日に繰り越しにします。そうすると翌日も何かしらやろうと思ってたのに、その時間に横入りに入ってきたことが入って、今日もできなかったなみたいな、でまた明日に伸びるみたいな感じでですね、結局その栗の辺をしていくのが楽なのは、自分が決めている約束は誰も見張っていないので、怒られもしないし、自分だけが知ってることだから、いいやっていうことになりがちなんですよ。でも実は、例えば集客上とか、あとは趣味でも構わないんですけれども、自分がこうすると決めたことを自分がやらないっていうことは、自分の約束を守れない破るっていうことになるんですけれども、それが続くと結局どういうことになるかっていうと、本来やるべきである自分が成長するための、自分との約束とかが守れないってことは、やはり夢が叶えられないっていう可能性が高くなってくる。他者との約束はお金とかね、絡んできたりとかするから守れるんでしょうけれども、一番難しいのって自分との約束なんですよね。だからこの自分との約束を誰に言われることもなく、責められることもないけど淡々とこなせる人っていうのは、お仕事でも人生でもうまくいくっていう、私の経験則もあるし、実際にそういうデータもあるんですけれども、難しいんです、それぐらい。で、私が完璧にできてるかって言ったらそんなことはないですよ。私も何個か自分の中で日々約束していることとかの、例えば10個あったうちのね、7個とかね、3個はやっぱりできなかったとかね、そういうのあります。 あるんですよ。だからできないっていう人の気持ちももちろんよくわかります。それでもですよ、それでも毎日できなかった、昨日はできなかったけど今日はやろうっていうことでやって、10個のうち7個だったのが8個になればいいじゃないですか。で、8個がまた7個になって、また8個を目指して9個にしてっていう、それの繰り返しですよね。だから自分を責めることはしなくていいんだけれども、昨日は昨日、今日は今日っていうことで、またリセットしてもう一回やってチャレンジし続けることっていうのが大事なのかなっていうふうに思ったりしています。ですから破るのが簡単な自分との約束ほど守ってほしい、そしてそれをするチャレンジもしていただけたらいいなというふうに思って、今日はそんなお話を伝えてみました。それでは。